皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。日本に剣が置かれたのは1871年明治4年の廃藩置県から。当初は三府302県もありました。その後統廃合が進められ1890年に三府一同43県になりました。三府は東京府、大阪府、京都府です。1943年に東京が府から都になったことで現在の一都一道二府43県になりました。参議院選挙区が一つになっている鳥取県と島根県、実は一時期一つの県だったことがあるのです。それは1876年から1881年の5年間のこと。鳥取県は島根県に併合されていました。なぜ併合されたのか、理由ははっきりとは分かっていません。ただ当時の明治政府は江戸時代に石高の大きかった藩や幕末に勢いを伸ばした藩は取り除くのが方針でした。鳥取藩は32万石で全国で13番目の石高、勢力を削いでおこうという考えだったのかもしれません。今回海外のネット上で話題になっていたのは一都一道二府43県にもう一つ県が増えるのかという話。しかも日本の国外に。そんな驚きの発言をしたのはフィリピンのドゥテルテ大統領。この大統領、フィリピンのトランプと言われるくらい何かとお騒がせな大統領です。今回はそんなドゥテルテ大統領とフィリピン現地の声を私花の心がお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。ドゥテルテ大統領がお騒がせ発言をしたのは6月12日、フィリピン初の地下鉄建設のために日本から輸送されてきたシールドマシンのお披露目会でのこと。大統領は日本への感謝の気持ちを表すためでしょうか、だいぶぶっ飛んだことを言いました。日本の皆さんは私には想像もつかないほどにフィリピンを愛してくださっています。我が国では日本の支援によって実に多くのプロジェクトが進められています。歴史を振り返れば両国の間には様々なことがありましたが、日本は私たちを支援し続けてくれています。まるでフィリピンは日本の一部のようです。いや、もはや日本の都道府県の一つのようではないですか。なぜって、急いでインフラを整備すべき日本の一地方都市のように力を注がれているのですから。ドゥテルテ大統領らしいぶっ飛び発言ですが、さらに驚くことに多くのフィリピン人にとってこのフィリピン県発言は意外にも好意的に受け取られていました。現地からは多くの歓迎のコメントが寄せられていました。フィリピンが日本の48番目の県になるなんて、いいね。何か問題あるっけ？日本の都道府県の一つになれるなんて最高じゃないか。フィリピンが日本の都道府県の一つになるなんて最高じゃない。日本は ODA でずっとフィリピンを支えてきてくれたんだ。感謝しかないよ。誰が何と言おうと日本はフィリピンの一番の支援者だ。日本の一つの県になる。じゃあビザもいらないね。なんだって、日本国フィリピン県？いいじゃないか。国として独立してるより日本の一つの県になった方がずっといいじゃん。アメリカの一部になるとしたらフィリピン州なのかな。フィリピン県の方がいいや。オッケー、日本の一部になれるなんて最高。俺たちフィリピン人が世界最強の日本パスポートを持てるってことか。中国だったらフィリピン省かな。それよりは日本のフィリピン県の方がずっといい。ドゥテルテ大統領は1945年生まれ。父は法律家、母は学校教師という家庭に育ちました。15
10代の頃は喧嘩ばかりしていて、しょっちゅう問題を起こしていました。大学卒業後は法科大学院に進みますが、在学中には同級生と問題を起こして、危うく退学の危機に。幸い退学は免れ、ダバオ市の検察官として約10年働いた後、政界に進出しました。1988年にダバオ市長になり、途中、下院議員時代を挟んで、通算6期ダバオ市長を務めました。ダバオ市の治安維持に力を尽くし、東南アジアで最も平和な都市を標榜するほどでしたが、その手法はなかなかの過激っぷり。ダバオ市には、ドゥテルテ氏の黙認のもと、警察とは関係のない勝手な自警団が組まれ、その自警団が犯罪者を裁判を経ずに勝手に処罰したのです。大統領は国際的な人権団体から批判されたり、アメリカの名のある雑誌から批判的な記事を書かれたりしました。ドゥテルテ氏は自警団の活動には関与していないと言っていましたが、後々に自分で暴露したところによると、市長時代には自分でも大型バイクに乗って路地をパトロールし、怪しいものを見つけたら自分でとっ捕まえていたとか。大統領就任後も過激な言動が災いします。2016年の大統領就任直後、当時のアメリカ、オバマ大統領を侮辱する発言を繰り返したせいで、当初予定されていた ASEAN でのオバマ大統領との首脳会談は急遽中止に。フィリピン南部に駐留するアメリカ軍に出て行けと発言したりと、オバマ政権との関係をこじらせました。治安維持には引き続き厳しい態度で臨み、人権など忘れてしまえ、犯罪防止のためなら市長時代と同じようにやるぞ、やばいことやってるやつらは早く逃げた方がいい、市長時代に私はお前らのような連中と徹底的に戦ってきたんだと発言。実際に犯罪に関わった容疑者を裁判にもかけずに処罰した事案が、大統領就任後の1ヶ月間で1800件も発生しました。どこまで本当なのか分かりませんが、いやはやなんともトランプ前大統領が霞んで見えるくらいのぶっ飛びぶりです。コメントにはドゥテルテ大統領を支持するものもありました。日本はフィリピン以外にもアフリカや南米など多くの発展途上国で支援をしている。ドゥテルテ大統領がこういう表現で日本に感謝の気持ちを表してくれたのは素直に嬉しい。日本の皆さんも喜んでくれるんじゃないかな。この6年間、ドゥテルテ大統領と閣僚、その他優秀なブレーンたちに率いられてきた私たちは本当にラッキーだった。おやおや、日本の県になるって？じゃあもう一度日本の一部に戻るってことだね。フィリピンを一番支援してくれた国は日本だよ。アメリカでもないし、中国でもない。日本の部下みたいになっちゃってるけど、誰も何とも思わないのかな。日本の県になる？うん、まあフィリピンは昔は日本の一部だったしね。フィリピンは日本と日本国民のことをとっても愛してる。特にビジネスの面で日本からたくさんのことを学んできたからね。以前、フィリピン中央銀行の総裁も、ほとんどの社会インフラは日本の支援で整えられたから、フィリピンは日本の一部みたいだって言ってたね。日本の皆さん、うちのドゥテルテ大統領をサポートしてくれてありがとう。日本は支援するときに見返りを求めないんだよね。本当にピュアな心からフィリピンを支援してくれたんだ。フィリピンのマニラを中心とした首都圏では、人口増加や鉄道整備の遅れがあり、交通渋滞がとても深刻です。交通渋滞による社会損失は、1日あたり35億ペソ、日本円で70億円超にもなると試算されていて、フィリピンの経済力を低下させる要因と言われています。日本の支援は、首都圏の北部ケソン市と南部パラニャケ市を結ぶフィリピン初の地下鉄を整備することです。
総延長約33km の地下鉄によって首都圏の深刻な交通渋滞を緩和し、大気汚染も改善しようとするものです。 JICA 国際協力機構が2018年3月からフィリピン政府と約3578億円の円借款契約を結んで進めてきました。ドゥテルテ大統領は日本からのシールドマシンのお披露目会で、看板公約だったビルドビルドビルド、作って作って作りまくれ政策の素晴らしい成果だと自画自賛しました。地下鉄建設工事は日本企業が受注し、日本の電車の車両や技術が導入されます。総延長 33km のうち、まずはマニラ北部とマニラ空港を結ぶ部分の2025年の開通を目指します。とはいえ、ドゥテルテ大統領はこの地下鉄の完成を大統領として祝うことはできません。フィリピンの大統領の任期は6年、2022年の6月30日でドゥテルテ大統領は任期が満了します。5月9日には大統領選挙が行われ、故マルコス元大統領の長男フェルディナンド・マルコス・ジュニア氏が次期大統領に決定しています。故マルコス元大統領は残忍で権威主義的な統治で知られた大統領で、1986年に民衆の反乱によってその座を追われるまでの間に推定100億ドル、日本円で約1兆3000億円もの不正蓄財を行ったとされた人です。元大統領夫人、つまり次期大統領の母にあたるイメルダ夫人は、夫が失脚した際に1060足の靴、15着のミンクのコート、508着のガウン、888個のハンドバッグを持っていて、それらはイメルダコレクションとマスコミに大きく取り上げられました。そんな両親を持つ次期フィリピン大統領、お騒がせ大統領の後を継いでどんな手腕を見せてくれるのでしょうか。これからもフィリピンが前進していくには、日本は絶対に大切にしていくべきパートナーです。日本ありがとう。日本はいつでもフィリピンに寄り添ってくれた。日本人のことを本当に尊敬してます。まるで私たちの兄のように思っています。ありがとう日本。日本の皆さん、フィリピン初の地下鉄をありがとう。日本はいつも何であってもとてもレベルが高い。こんなに素晴らしいパートナーはいないよ。いろんな面でフィリピンと日本がいい関係でいるから、日本も継続して支援をしてくれているんだ。本当に日本には感謝の気持ちしかありません。日本の国旗を形容して気持ちを表します。真面目な話、日本の一部になる日を今日か明日かと待ってるわ。日本の県になるってか。それくらい日本の支援が長期間にわたってるってことだね。自分の国を日本に売ってしまうようなフィリピン大統領の発言、フィリピンの皆さんからは何の反論も出ないのは、こうした過激な発言に慣れっこだからなのでしょうか。昔、日本の総理大臣が日本列島をアメリカの不沈空母と言って、今でいう大炎上をしたことがありました。誰がどんな話題について何を言うかによって捉え方は全然違うということですね。いかがでしたか？よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。